気になる選手であります。やっぱり全然力な足りない時から一軍で使ってもこれはもう本人のためにならないですよ。パンとショートできるとは思ってない。俺は今この選手って思えるかどうかってすごく大事。このままピッチャーで行くんであれば、僕個人的に言うとどうしても気になるのが、はい、あのネオ君が、はい、ネオ、まあ、くんちゃんネオ選手がやっぱり、はい、こうカープで言うとやっぱり小園選手とかが割と着実に育ってきてる中で、はい、かなり苦しんでるのを見てて、うん、ちょっと僕自身もちょっと苦しいなというつらいなという思いがあって、うん、やっぱりそういう意味での育成の部分、育成の一番大きな壁に今なんかぶち当たったのが、うん、ネオ選手が割とこうアイコン的になってるのかなと思いつつ、うん、どうまあまあ簡単に言うとどこで育てたかったのっていうところだと思うんですね。で、これは球団の方針と多分ネオのまあどこもできたという。でもその僕もまあヤクルトでネオ欲しくて。ネオ1位指名で行ったんですけど、まあ、外れたんですけど、僕が思ってたのはネオをショートにしたいと思ってたんですね。もちろんショー、まあ、当然ヤクルトも内野手で取るというところでやった時に僕はもう勝手に一緒にできると思って想像してたんですけど、全部やってたから多分基本はしないやろうなと思ってたんですよ。だから基本からびっちりやらせないといけないなっていうのは自分の中では想像してたんですけど、だからこうまあ球団の中はよくわからないのであれですけど、やっぱショートやって、で2年目は外野に登録になったのかな。で要するにゲームに使いたいっていうのが多分球団の思惑の中で強すぎたんじゃないかな。まあ人気もあったんでやっぱり、だから最初のスタートでショートって決めたんならやっぱショートで育てた方が良かったのかなとも思うし、でまあ分かんないですよ、ネオの性格がどんなのかも分かんないし、でまあ本当こう転々として今ピッチャーで落ち着いて、多分今ピッチャーが一番長くやってるんじゃないですか、ポジション的に言うと。実際やっぱり宮野さんご覧になってそんなショートのポテンシャルみたいなのもあった。ポテンシャルというか、やっぱそのいろんな情報を集めてる中でまず頭がいいとかで常にまあ野球とか本読んでるとかって聞くと期待外はあるんじゃないかなという、まあ打つ方で気になるところが一つあったんで、まあこれは直さないといけないなとか自分でいろいろ考えてましたけど、まあこういうのも縁なんでね、彼と縁はなかったという話だとは思うんですけど、やっぱりショートにもしなろうと思ったら結構やっぱり育てる時間帯、まあ、高卒からっていうとあります、あります。で根っからのショートじゃないので、はい、ショートがおそらくできるだろうという、だから基本練習から始まってっていうのは僕はそうすごい想像したんで、パンとショートできるとは思ってないですよ。でもやっぱりこう花もあるしっていうのは最初ね、当初だから、あとはまあ本人がどれだけその結局周りがっていうんですけど、結局は本人なんで、本人がどう捉えてどうやって頑張っていくかっていうのが一番やっぱり重要なんで難しいんですけど、おそらく高校までは順風満帆で来てると思うんで、でここでまあうまくいってないですよね、プロ入って。でそれを純粋に俺は今この選手って思えるかどうかってすごく大事だと思ってて、俺はこうやってやってきたからこれぐらいできるだろうじゃあもう多分出てこないと思うんですよ。で今俺はこの位置ですよっていうのを自覚して、じゃあどうやって上に上がっていくかっていうことを考えて多分できると思うんですけどね、彼ぐらいの。それ難しそうですね、実際やっぱり そこまでなりもの意義でやっぱり入っていきたいってなった時に、まあ、でもオール5ですよまあ本当あの気になる選手であります、やっぱり。だからどのポジションにしてもやっぱりそのプロで活躍できるような選手になってほしいなとは思いますけど、このままピッチャーで行くんであればもう 1,2 年待ってあげなあかんなっていうのもあるし、
まあ、小園はやっぱり内野手として最初なかなか出てこれなかったですけど、まあ、本人の自覚もできてとか、まあ、いろんな、まあ、結婚してとか子供もできてとか、まあ、そういうのも多分プラス材料にはなってたと思うんですけど、でそういうのでまあどっしりかどうか分かんないですけど、まあ、彼の場合は他がやるという選択は多分なかったと思うんで、内野手として鍛えていって育っていってある程度結果出たらゲーム使ってとかっていうのが出たんで、まあ差というかそういうふうになったと思うんですけど、だからネオはそのもうピッチャーでやるんだったらどっぷりあと 1,2 年は見てあげないと、本格的にピッチャーやりだしても去年の途中ぐらいからでしょ、おそらく。だからまあまあ2年目じゃないですか、やっぱり3年4年ぐらいは見てあげないといけないし、例えば今からも、まあ、趣味の方にコンバートしていくとかっていうのはやっぱり今は考えない方がいいんでしょうね、多分。うん、もうやるんだったらもう今すぐやった方がいいですよね。でこれをピッチャーと 1,2 年やってやっぱり野手って言ってもこれはもう厳しいと思うんで、おそらく自分の中ではピッチャーで生きて起こっていくんだと思ってやってるんだったらそのピッチャーで頑張った方がいいし、中日 の, あのショート問題は実はここから始まったやっぱりこう自分がちゃんとショートにいればよかった、うん、いれば別に今何も問題なかったんじゃないかっていう、まあね、できるかどうかってすごく大事ですよね。その全然力な足りない時から一軍で使ってもこれはもう本人のためにならないですよ。僕結構清宮が最初そうかなと思ってるんですけど、まだそこまで行ってないのに一軍で使ったらやっぱりたまに打ててもやっぱ安定しては打てないと思うんですよ。でやっぱりある程度こう基礎みたいなのができて2軍でもある程度結果で出ました、で1軍でどうなるかっていう段階はやっぱ踏んだ方がいいと思ってるんですね。で清宮なんかはもう最近、まあ、成績出てますけど、最初がやっぱり僕はそういうふうにした方がいいんじゃないかなっていう。だから出てきてるバッターとかもその調子いいから上げてみて使ってみるっていうのはあるんですよ、もちろん。坂本なんかにしても岡本なんかにしても、まあ、村上なんかにしてもいいって言ってから上げてやって、あちょっとダメだったらまだ力ついてないねって言って落としてっていう、まあ、村上なんかは成長的には異常でしたけど1年目やっぱりいいって言って上げてきて初打席でホームラン打って結局そこから10打席ぐらいヒットなくて、でもう一回頑張ろうねっていうふうに言って、で秋のキャンプから強化指定になって、で2年目で率は低いですけど30本以上ホームラン打ってってい う, こう段階が踏めたのと、あとはまあ僕の2年目でしたけど最下位だったんで使いやすかったっていうのもありますよね。我慢して使えるっていうところもあるんで、だからどこまで我慢するかっていうのも結構大事かなっていうふうには思いますね。だからそうですね、ベックスブル選手とこうグッと瓦を破る選手にはそれなりにやっぱ 意味があるというか、そうですね、大体高卒の野手なんかでいうと大体4年目5年目なんですよ。みんな同級生が入る前にもうちょっと頭角を現して、同級生が入ってきた時には俺の方が給料上みたいなぐらい が理想だと思うんですよ。だからやっぱり2年目3年目とかってやっぱりできないことの方が多いんで、それをどれだけ目をつぶって頑張らせれるか。でもここのその首脳陣の見極めがすごい大事だと思うんですよ。それがこいつだと思ってても実際こいつじゃなかった場合に、その我慢した 2,3 年っていうのはもう一回やり直しになるんですよ、他の人を入れて。だからここの最初の見極めっていうのはすごく重要かなと思って、これがまた難しいと思うんですよ。こいつだって思って使ってても、ああダメだったなみたいなのもやっぱりあるんで、ここの見極めっていうのはすごく重要ですね。難しいですけどね。確かに人気選手であるがゆえにっていうのもあるから難しいですね、人気選手。まあまあ特にネオはね、あの本当スーパースター、高校までスーパースターで入ってきてるんで、やっぱりまあ
ね、球団としては早く使いたいっていうのもあったでしょうから、だから早く使いたいからおそらく2年目に外野回したと思うんですけど、まあ、思うようにこっちが行かなくて、うん、ちょっと点々としちゃったんですけど、だそこだと思うんですけどね。